あーやっぱり元には戻ってへんようやな。ねえしずく、なんとかしてあげないと。あーオリバー、いつから説明さる。まずはやな、イニシエの木の旦那にもろたトレビンを使って抜け殻人が奪われた心のかけらを集めてくれ。心のかけらって。じゃあから人の心の一部のことや。人の心の一部、よくわからないよ。説明難しいな。やってみたらすぐわかんねんけどな。ひとまずやで、あの門番が失ってるのはやる気の心や。それを探してきて与えたらあいつは救われる。うん、でもそのやる気の心はどこにあるの。ほれもう一人の門番見てみ。よっと、恐ろしいまでのテンションの高さやろ。あいつはきっと有り余るやる気を持ってるに違いない。あのもう一人の門番からやる気をいただくん。わかった、やってみるよ。お、やる気をうまくゲットできたようやな。ほな次にそれを抜け殻人になっとる門番に渡すんや。うん、わかった。あらまあ、ついたようやな。俺はどうしたんだ、なんでこんな。おお、お前もしかして正気に戻ったのか。ああ、なんか不思議な気分だ。心に突っかえていたものが取れたようなすっきり感だな。そうか、よかった。心配したんだぞ。今まですまなかったな。さて、体調も戻ったことだし、これまで以上に働かねばならんな。なら早速、他の土地からやってきた者たちが王国内に入れてくれと申し出ている。入国審査担当のお前の出番だぞ。よし、ここへ参れ、そこの者ども。
すごい、なんかいろいろ違う。おい、キョロキョロすんな。みんな珍しい服を着てるよ。珍しいないわい、珍しいのはお前の方じゃ。え、変だな、変な格好。何だそれ、そんなに変かな。ん、おい、その一の国の変な服は早いとこ着替えんと。オリバー、行くで。うん。